参ります。実はですね、千葉ロッテマリーンズまだ本拠地での試合があと3試合あるんですね。もうチケット買ってるよという方、はい、ありがとうございます。もしかしたらね、今日いらっしゃってる皆さんの中で、明日明後日何して過ごそうかなっていう方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっと試合のお知らせをさせてください。まずですね、今日は千葉ロッテマリーンズビジターゲームで仙台の方でね、14時から試合が行われるんですが、明日明後日はホームゲームとなっております。まず明日10月7日日曜日は、福岡ソフトバンクホークス戦、18時プレイボールとなっております。こちらは根本選手の引退セレモニーも予定されておりますので、皆さんぜひぜひご来場ください。明日はナイターになっております。ナイターですからね、昼はこちらの三井アウトレットパーク幕張にやってきて、お食事やお買い物をしてから球場に行くことも可能でございます。そして10月の8日月曜祝日、こちらも福岡ソフトバンクホークス戦、こちらは14時プレイボールのデイゲームとなっております。こちらはですね、試合終了後、岡田選手の引退セレモニーを予定しておりまして、実はチケットが残りわずかとなっております。迷っている方いらっしゃったら、ぜひお早めにチケットを押さえていただければと思います。あさってはデイゲームですからね、終わった後にビジアウトレットパークマッカリに来ることも可能です。皆さんぜひぜひね、この3日間このマッカリで思いっきり楽しんでいただければと思います。そして来